こんにちは。昨日激痛を見に来てくださった方、本当にどうもありがとうございます。なんかすごくいろんな方に見に来ていただけてね、本当にすごくありがたいなと。でね、その今日はね、その激痛の打ち上げ後、帰ってきて僕はちょっと寝て、で朝企画書を書きバイトに行って、でバイト動画撮んなきゃということで、その今撮ってるわけなんですけど、で何を撮ろうかなと、もう撮ることなんかねえよこれはっつってね。でまあ一応ちょっとお疲れでね、なんか一応昨日チキンくんがくれた洗濯物ができちゃって、洗濯物に呼ばれてんな、これは呼ばれてんな、マジでちょっと。でも洗濯物って早く入れないとシワシワになっちゃうんですよね。まあでもちょっといや、それでこの LG21 をねこう飲んで、で見てくださいこれ、僕はちょっと今風邪出ちゃったんでね、プロポリスのど飴食べて、今日紹介したいのはね、今俺が使ってる目薬です。でんロート V11 これはね、この目薬超高いんですよ。1300円するんです。でね、なんでこれ買ったかってすんの分かんない、ちょっとかっこいいでしょ。あとその目薬に力を入れてる人間あんまり知ってる？俺あんま知らないんですよね、目薬に力を入れてる人間を。だから俺はそこ狙っていこうかなと思ってね、この目薬買ったんですよね。でもね、これともう一個あるんですよ僕。でももう一個の方がちょっとやっぱ僕気に入ってるんですけど、赤いやつ。でも今は僕このロート V11 使ってます。1300円ぐらいですよ。俺目薬に力入れてるんですよね。俺は普通の人とは違うんですよ、目薬に力入れてるんで。で見てください、これ先っぽ、ほらなんか変な形してますよね。ちょっと すごい形してますよね。これはもうどういう角度でもこう目に入ってくるんですよ、目ん玉にね、どういう角度でも。でね、これは結構スーッともするし、目が赤くなってた時は充血引くんですよ。1300円するんでね。俺はね、まあ第一はワックス1600円のね、髪の毛のやつ使ってるんですけど、俺は目ですよ。1300円の目薬なんですよ俺は。やっぱ目薬に力入れてる人間っていうのはね、やっぱり目力が出てくるんでね。ほらほらほら、感じますか？これやっぱ一人で撮ってるってね、こうなるんですよね。誰も突っ込んでくれないんでね、このなんかそうっすね、なんかボケ的な感じでその終われるかどうかっていうのはちょっと不安なんですけど、一応なんかね、こうじゃあこういう感じでいきましょうかね。俺は今日はそのこう目薬つけたら目がどうなったかっていうと、こうなりました。目がてーどうですか。すいませんごめんなさい。つかしのサブチャンネルはね、12月1日から始まるんで、12月1日まではね何したっていいんですよ。なんでね、こういう感じになってしまいました。お疲れね、またね。